自民党の下村政調会長は知事の要請で短時間営業などに応じた事業者に対する国の支援について義務化すべきとの考えを示しました。政府が示した概要では、知事による時短営業の要請・命令に応じなかった場合の行政罰について書かれている一方で、 応じた場合の保障については必要な財政上の措置などを講ずるよう努めると努力規定にとどまっていますこれについて野党からは罰則を打ち出す前に保障を担保すべきとの批判が相次いでいましたこうした意見を受け自民党の下村政調会長は国の支援が義務化されるよう法改正すべきとの考えを示しましたまた今回の法改正は 高級的なものではないとして感染収束後にさらなる改正が必要だとの考えを示しました。